こんにちは、MTF 塾女、49歳の村田理香です。逆光の中、なんとか、60センチぐらい先の、40ワットの裸電球で、穴がいながら撮影を行っております。相変わらずお家お部屋撮りでございます。はい、久しぶりの動画、自撮り動画なんですね。もうすでにFacebook とか、あと Twitter のつぶやきとかで、ポロポロと、はい、情報を開示、しておりますけれども、4月からなんですね。まあ、そのちょっと前までは、以前の YouTube ムービーでもお話ししている通り、銀座という場所で、ブランド品の、買取バイヤーの、お仕事をしておりましたが、帰れるとか聞こえてますね。失礼。また続けていければよかったんですけれども、どうしてもね、その前からちょこちょこと村田理香さんの胸の痛みをこぼさせていただいてましたけれども、やはりニューハーフというのは、理解できる方には理解できるものであっても、理解できない方にとってはやはり理解できない、とっても辛口な言い方をすると、そうですね、よく生理的に受け付けないなんて言葉があるじゃないですか。本来生理的に受け付けないなんていうのは、これは内面的な問題で、自分自身が、勝手に口実を作って、拒んでるだけのことなんですけれども、でも生理的に受け付けないって言ってしまったらね、なんか本能的にダメなんだろうなっていうふうに、理解してもらいやすくなる言い回しなだけであって、本当はそうじゃないんですけどね。そういう感じの職場の中ではなかなかね、生きていくのが大変なことで、またやらかしてるのって言われたら、それまでなんですけれども、本当にもう奇跡が起こるよ、何だとも起こるよというよりも、生きていく上で起こしていかなきゃいけないものなので、何度でもチャレンジをしますよ。はい、生きていかなきゃいけないんで、もっともそれ以前に、もう7年越しになりますけれども、個人向けに行っている、野外周知を主体とした、AV の撮影モデル活動、これがね、身を結べばそれでいけるんでしょうけれども、なかなか売れない芸人さんみたいな感じで、下積みですよね。本当に何年やるのかわかんないんですけど、でも私が女性らしく生きていく軸はぶらすわけにいかないので、女性名に改名してるということになりますのでね、メールというフィメール、MTF の方の、これからの、ある意味模範として、私自身が、気構えとしてね、先駆者として、パイオニアとして、戸籍はまだね、メンズですけれども、女性名、本名をちゃんといただいて、社会に溶け込んで、普通の仕事でも生活していけるんですよっていうところをね、示していかなきゃいけないので、探します。前回の就活は、面接30件ぐらいでやっと決まったところで、今回もまた苦難の道なのかなと思いきや、1件目の面接で早々と採用が、もうそれもほぼほぼ即答ということで、やっぱり分かる方には分かるんでしょうね。その人の魅力というか、必要性というか、個性というか、単にその外見上綺麗だとかそういうことではなくて、決して私は綺麗じゃないですから、ほぼほぼなんで何にもしてませんからね、本当に、お化粧だって特別なものを使ってるわけじゃないので何にもしなくても、だから外見じゃないんですね、この経験値というか、人間性というかということで、少々手前味噌の話になりましたけれども、4月から、場所は恵比寿で、恋愛を、主体としたアドバイザー的な、お仕事を、メールを使ったパソコンを使ったスマホを使ったところでアドバイザーですね、また別の、肩書きとしては人生のコーチ頑張れ的な、さらには、行き詰まってる方へ、プロファイリング、簡単に言えば情報の分析ですよね。分析すれば大体人の、行動パターンで、その人が、何を表向きで考えていて、その奥底には何を秘めてるかが読み取れてきちゃうじゃないですか。49年も生きてればそのぐらいね、おおよそ察しがついてきますよね、自分の経験値と、重ね合わせていくと、そんなプロファイリング、プロファイラー的な、ところも含めて、やっております、なんでこんな時間にですね、ちなみに撮影をしているかというとですね、勤務時間がですね、至って変則で、ほとんどお昼過ぎの2時から深夜の11時までべったりとパソコンにくっついてるっていうお仕事なんで、在宅でももしかしたらできるのかもしれないんですけれども、私自宅で今インターネットもつながってない状況なので腕が痛いということで出社しております。もしかしたらですね、転職なのかもしれないなと思う節もあります。ただなんていうんですかね、私自身を押し付けるということではないので、汲み取ってあげなきゃいけない立場ですから、同調してあげなきゃいけないし、共感してあげなきゃいけないし、そういった意味ではユーザーさんの味方に、良き理解者になってあげなきゃいけない立場でもありますので、そこら辺を、私の前世のメンズ目線と、今、もう改名をして7年ですね、女性として生きている、レディース目線、織り交ぜてご相談に対応してますので個人 AV 女優との仕事とはもうとてもね、結びつかないところがあるんですけれども、それはそれということで、そちらの方ももしよろしければご利用ください。あなたに、寄り添って問題解決お手伝いさせていただきますハンガーになってますけどさということで、奇跡は起こるよ、何度でも。そして起こしました、転職しました、今恋愛アドバイザーをしておりますという村田理香の、近況報告でしたはい、またお時間できましたら、村田理香のざれ言、たわ言、よまい事、映像として残していきたいと思います。本日は、ここまで。エンディングトークです。MTF 塾女、49歳の諦めないで、ガッキーな、お疲れ様でした。ではでは。